卓研合格パートナーのレトスの斧です弊社レトスは卓研試験に合格していただくために効率的な勉強の仕方をお伝えしております効率的な勉強の仕方とは理解学習です無料の過去問解説、分野別解説を通じて理解学習とはどういったものかをお伝えしてますのでチャンネル登録をしていただきこれ以外の動画もぜひご覧いただければと思いますはいこんにちはレトスの斧です9月4日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきますできると思えばできる ででききなないいと思えばできないこれは揺るぎない絶対的な法則である。これは画家であるピカソの言葉です。卓球試験は勉強を始めた当時は難しいなと感じたはずです。私もそう思いました。でも私は絶対合格できると思って勉強を続けました。合格できると思えば勉強は続けられます。一方、合格できないと思えば勉強はやめるでしょう。 残り1ヶ月半あるので、最後まで諦めずに頑張っていきましょう。それでは本日の3問に入ります。で、問1ですね。連帯保証人が債務について時効が完成すると、主たる債務者の債務も消滅する。マルかツかという問題です。考えたい方は動画を一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。え答えは、主たる債務者の債務は消滅しませんので、誤りですね。 連帯保証人の時効の完成は絶対効ではありません。つまり、連帯保証人の時効が完成しても、したる債務者の債務は消滅しないんですね。もちろん、時効が完成した連帯保証人は債務を免れます。まあ、この点もね重要なので、しっかり理解しておきましょう。で、問いにですね。宅建業者 C 社の非常勤役員が刑法第2 8条の3、 狂気準備集合及び結集の罪により罰金の刑に処せられたとしても C 社の免許は取り消されることはない。マルかツかという問題です。え答えはえ罰ですねえ。免許取り消されます。まず、非常勤役員というのも役員なんですね。で、この役員が狂気準備集合及び結集の罪で罰金刑となれば C 社は結核になるんですね。 役員だけじゃなくて、C 社も結核になっちゃうので、C 社は免許取り消しになるということですで。今回細かい解説まではしてないんですけども、個別指導の受講者さんは、基本的な考え方に基づいてえ回答を導いてください。この基本的な考え方についてはえ、個別指導の受講者さん専用のメールマガでお伝えしてますので、そちらをご確認ください。基本、つまり考え方に忠実、これが合格への第一歩なんですね。 基本的な考え方を使えば免許の基準の問題間違えることはなくなりますのでぜひですねこの基本的な考え方を頭に入れて確実に1点ゲットしましょうでは問いさんです宅地造成と工事規制区域内においてゴルフ場施設用地の造成のために10万平米の土地について切り土または盛土を行う場合盛土規制法における宅地造成の許可を有しないマルか×かという問題です で答えは、これ誤りですね。森戸規制法の宅地造成の許可、まあ、これは都道府県知事の許可なんですけれどもこれが必要なのは宅地以外の土地を宅地にするためまたは宅地において政令で定める土地の形質変更を行う場合ですそして森戸規制法でいう宅地というのは農地再送放牧地森林道路公園河川 その他政令で定める公共施設のように供されている土地以外の土地を言います。で、今回はゴルフ場施設用地ですよね。このゴルフ場施設用地というのは、農地、再送放牧地、森林、道路、公園、河川、その他政令で定める公共施設用の土地には該当しません。つまり、宅地に該当するっていうことですね。これらは宅地に該当しないけども、これ以外は宅地なので、 ゴルフ施設用地地は宅地ですで。今回の問題は宅地で霧森を行うってて書いてあります。ゴルフ施設用地つまり宅地で切り土盛りを行うしたがって宅地造成の許可は必要なので誤りということになります今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。レトスのオノでした今年絶対合格しましょう